このチャンネルは漫画メス再現を通じて普及の名作グルメ漫画たちの魅力を再確認しつつ、対決を再現したりして本当に美味しいのはどっちなのなどを研究する料理研究部です。チャンネル登録して一緒に研究部員として盛り上がりましょう。合言葉はイエーイ星です。イエーイ星。チャップマン漫画飯料理研究部部長のチャップマン佐々木です。今回もミスター実況より味王グランプリの下中さんの金目鯛カレーの方を作っていきます。金目鯛を注文したら異常にデカすぎるのが来ました。でも下中さんの顔から逆算するとこんなもんでしょうか。早速鱗を取って調理していきたいところですが、ここでやると被害が甚大なので流しの方でやっていきます。お腹の腹渡まで取り出してきました。下中さんはこのまま調理して、まあアニメ版だとタメ臭を自覚して自ら負けにしちゃうんですが、今回はその辺も考慮して食べやすく作っていこうと思います。そういうわけで半身をおろしてしまおうと思います。まあ下半分もおろしちゃってもよかったんですけど、まあバラバラになっちゃうと思ったので下はそのまんま調理していきます。頭付きの半身はクッキングシートを引いて一度オーブンで焼いていきましょう。おろした半身は中骨などを丁寧に取っておきます。まあ骨が残ってると食べにくくなっちゃいますからね。丁寧に骨を取った金目鯛は水気を取って一旦冷蔵庫にしまっておきます。カレーソースを作っていきます。玉ねぎをみじん切りにしていきましょう。まあ今回は後でミキサーで回してしまうのでざっくりで大丈夫です。そんなわけで今回はメッザルーナの出番はないですね。下中さんはフランス料理部の主任なので成長フレンチのカレーをベースに作っていきます。まあこの間カレーなる食卓の成長フレンチの方も作ってるので、そちらの方もよかったら見てください。人参です。付け合わせの人参のシャットを作っていきます。シャットって何ぞやと思ったかもしれませんが、まあよくお肉料理とかの付け合わせについてるラグビーボール型の野菜の切り方のことですね。これを砂糖とバターで煮るとみんなの大嫌いな人参グラッセになります。焼いていた金目鯛の半身をオーブンから取り出しました。これを我が家にある一番大きいフライパンに入れて煮ていきます。まあこれでも全然入ってませんね。でかすぎて入りきらないですが気にせず進めていきましょう。大きくて入りきらない男なら一度は言われてみたいですね。水、白ワイン、レモングラス、カリパッタ、ローリエ、フェンネルシード、フェンネルシードディスリーを入れて煮ていきます。このハーブで魚の生臭さを抑えていきましょう。まあこの辺は食劇の層まで葉山明が作っていたフィッシュヘッドカレーに近いですね。フィッシュヘッドカレーも再現してるので、もしよかったら見てみてください。さっきの人参のシャットも入れて一緒に煮ていきます。まあ人参を柔らかくしつつ出汁も取るみたいな感じですね。玉ねぎのみじん切りも3分の1そのまま入れていきます。お鍋に入りきらない部分はお玉でスープをかけながら火を入れていきましょう。ここにココナッツミルクを入れてさらに煮ていきます。それでは別のフライパンにオリーブオイルを入れて半身の金目鯛を焼いていきます。まあここは皮目をしっかりと焼くソテーってやり方で焼いていきましょう。皮目がしっかりと焼けたらひっくり返して余分な油を、まあ、クッキングペーパーとかで取り除きます。ここに白ワインと半身の金目鯛を煮ているスープをもらってきて、ここに入れてオーブンで蒸し焼きにしていきましょう。ではソースを仕上げていきます。バターで玉ねぎのみじん切りを入れて塩コショウしていきます。バナナとリンゴを入れて炒めて煮ていきます。今回リンゴは業務スーパーさんの缶詰のリンゴの方を使っています。トマトソースも入れます。これも業務スーパーさんの滑らかトマトソースを使いました。まあ案件ではありません。魚を煮てるスープをザルでこして半分ほど入れて煮ていきます。ここにスパイスですね。カレールーとスパイスを加えていきましょう。カルダモン、コリアンダー、フェネグリーク、クミン、SB のカレールーのフレークタイプを入れました。魚で煮たスープの残りを全部ザルでこして煮込んでいきます。そして煮込んでる間に付け合わせの方も仕上げていきましょう。人参を取り出して水と砂糖、シナモン、八角、バター、ローリエで煮ていきます。これ人参のグラッセってみんな嫌いなのに付け合わせから外れないのって、これ俺が作ったのはうまいから大丈夫っていうフレンチの料理人の自己満足がかなり入っていると思います。
フレンチの料理人って日本人しかいない厨房でもフランス語でメニューや数を言ったり指示を出したりして、若手がわからなくて間違えてお客さんに迷惑をかけてもやめない印象です。そういうの本当に無駄な自己満足だからやめてほしいと思いますよね。フランス語でメニューを読んでも料理の味は落ちるだけだってなぜ気づかないんだ。ほうれん草のバターソテーです。柴中さんはシンプルに仕上げてますが、ニンニクやベーコンを入れると美味しいですね。仕上がったらほうれん草と人参をご飯の脇に添えていきます。そして煮込んだ金目鯛の半身を乗せて、その上にソテーした金目鯛を乗せて外科手術を施していきます。カレーソースをミキサーで回して金目鯛の手術後の跡を隠すようにかけてあげれば、下中元幸の金目鯛カレー完成です。ちょっと付け合わせの位置が逆でしたね。それでは早速食べていきましょう。いただきます。うん。魚の生臭さもなく骨もないので非常に美味しく食べやすいカレーに仕上がりました。まああくまで上半分だけなんですが、下側は食べにくさは変わらないですね。これ下中さん範囲は食べにくさだったので、一人一匹じゃなくて大きい金目鯛をイケメンの下中さんが一人ずつにサーブしてあげてたら、まあ評価は違ったと思います。まあ魚のカレーを作るたび思いますけど、やっぱりカレーってスプーンでバクバク食べるものだから骨って邪魔ですよね。まあ、骨とかで出汁だけ取って身だけ後から乗せた方がいいんじゃないだろうかっていう気がしますよね。骨がちゃんと取ってある魚のカレーは本当に美味しいです。結構な量ですが結構食べれますね。しかし味王様をはじめ4皿のカレーを平らげる審査員の胃袋、一体どうなってるんでしょうかね。残りは鍋に戻して後日食べました。2日目のカレーも大変美味しかったです。それでは今回の研究結果です。金目鯛、キンキ、ノドグロは見た目は似てるけど違う魚です。金目鯛カレーは出汁だけ頭と骨で取って身だけで出した方がいいと思います。会場を真っ赤なスポーツカーで去る下中さんはシャアに憧れてかぶれていると思います。シャアとクワトロ隊員は似ているけど同じ人です。原作ではグランプリ後にフランスに帰ってしまいますが、すぐに次の話でしれっと帰ってきます。今回紹介したミスタージンコ、めちゃくちゃファンの多い寺沢先生のグルメ漫画の金字塔ですね。今更説明は不要ですよね。アニメ版は内容や勝敗まで変わってしまう今では考えられない改変が多数あり、先生自体それを楽しんで見ていたそうです。皆さんもこの機会に見比べてみたらいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。前回のズボラさんとのコラボでイカ飯カレーと小西さんの貝のカレーの方もやってますんで、もしよかったらそっちの方もご覧ください。カズマの伊勢海老カレーの方も再現してますので近日公開いたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。